山村いのりです。こんばんは、エネルギーの平子さとるです。なんくるないさ、エネルギーの森かずやだあ、なんか大きなお願いしましたけどもね。なんくるないさ、素敵でしょ。おなんたき素敵な映画ですか、ね、はい、どういう映画でしょうか。ティーダカンカン。はい、こちらはですね、沖縄で産後症再生の夢を追いかけているご夫婦の実話でございますね、はい、さあ監督が、はい、あのリー・トシオ監督でございますね。デトロイトメタルシティ、はい、前回いのりちゃんがね、はい、インタビューしました、はい、ツッコみまくられてましたけれども、今回も頑張りましょうね、はい、今日的でございますから、はい、いのりちゃんあれだよ、リー監督のさ、落ち言う前にさ、話潰してやればいいんだよよし、じゃあ今日の見どころ、はい、お願いします。愛を諦めないこと、どうぞ。今日はティーダカンカンのリー・トシオ監督に話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。2回目ですね。どうもそろそろます、はい、デトロイトメタルシティ以来の登場でございますけれども、一昨年です。そうですね、2008年ですね。監督お痩せになりましたね、はい、きっかけは何で痩せようと思ったの。いや死ぬぞって言われたから簡単な理由でしたね。またね、病院検査かなんか行って、まあ、そうです、血液検査したら、このまま死にますねって言われて太りすぎって、そういろんな数値がやっぱり非常に高かったので。沖縄料理はなんか体にいい感じがしますね。何ですかこの点々点は。しますよね、はい、はい、いいですよ、素晴らしい。今回はなぜこういった作品を撮ろうと思われたんですか。
ぱすごく監督の好きなキャラクターっていうのはマスクでちょっとバカな、うん、そうですね。あのだから今まで僕その普通の、うん、普通の人をまあ幸いにも撮る機会がなかったんですけども、うん、ちょっとおかしな人撮れって言われたら全然もうそれはやれる、うん、そもそも監督になろうと思ったきっかけって何かあったんですか？あの僕はあのテレビのバラエティ番組を主に作ってたんですね。はい、ですね。でそうするとリーさんとかでこれどうしようとかっていう感じなんですけど、で次第にドラマの演出家の方がいらっしゃったんですね。はい、監督さん監督さんって言われてて、なんか女優さんとか言われてなんかいいわけですよ、うん、なんだとこれはと、何の違いだと、ドラマとかやってみるのいいんじゃないかなとかと思って、はい、うん、やりましたね。すごいこういい理由だと思うんですけど、きっかけが監督って呼ばれたいから、呼ばれたいからと。この間もスタッフにあの言ったんですけどね、照明さんとか美術さんとか、確かに監督さんとかメイクさん、メイクって言ったらいい、そういうやらかしてますから、が上から目線の録音部って言ったら嫌じゃないですか。嫌ですね、やりたくないです。録音部さん、なんで監督なんだ、ちょっと待てと、ちょっと待てと、このままじゃ撮れないと、気分が乗らないと、めんどくせえな、手間かかんなこの監督。逆に監督をされて気分がいいなと思う時は、あ、今最後オチまで行ってなかった。まあいいよ、まあいいか、はい、監督をされてこうやりがいなどこういいなって思う、あのいろいろ物語は違ってもさっきあの言ってくださったんですけど、やっぱり愚直な不器用な人たちを撮るのが好きなんですね。でまあ、 あのデトロイトメタルシティの時も、うん、まああの悪者みたいな設定がいたりとかするんですけど、悪いやつを描きたくないので、僕の中に悪いやつはいないんですよ。でだからいいなと思うの出来上がって、いつもこれはもう自己満足になっちゃうかも分かんないんだけど、あの自分の好きな人ばっかりに溢れてるんです、スクリーンに。自分が愛せる人としかいないんですよ。もうそれは監督ってやっぱりいいなと思いますね。嫌な人が誰もいない。では最後になりますけど、視聴者の方々へメッセージをお願いします。今回サンゴの再生っていうことを結構描いてるんですけれども、あのでそれはこの中の金城さんっていうのはそれを自分がやりたいことを見つけられたすごい幸せな方だと思うんですね。ただこのテレビを見てる方とかで、自分は何をしたらいいのかとか、どうして頑張っていったらいいのかっていう、まだあんまり見つけられてないというか迷ってる人もいると思うんですけど、そういう人はこの映画をとりあえず見てもらって、まあサンゴの養殖を手伝うとこから始めていただければいいかなと思っているんですけど、なんかあんまりご不満ですか？とんでもないです、とんでもないですよ。運命に、お前なんで俺の前の話聞きになったか。たとえ家がなくなっても、ナミンとフーターと私はお父ちゃんについていくよ。メンバーなのか、海をピカピカにするお父ちゃんがいい。ナミン一番いいんだ。ティーダカンカン、海とサンゴと小さな奇跡。